くり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。ゆうくん、お誕生日おめでとう。おめでとうございます。そしてアンスタ4周年も、おめでとう。ありがとう。ここのイラストも変わりましたね。見てください、このみんなの笑顔。いいイラストすぎる。無理。さてここで4周年のキャンペーンを改めて見てみましょう。いや去年もすごかったけど今年もっとすごいよね。まずこちら、10連が無料、ありがとう。30回目と50回目は星5が1枚確定。これは去年もこんな感じだったので、ある程度覚悟はしてたんですけど、何ですかこれは、70連したら好きな星5カードが5枚な、何ですかこれは、推しの星5は100連で1枚が基本なのでは。いやそれは残念ながらうちのチャンネルの話ですね。というわけで、今日は70連引きます。この日のために無料10連もまだ引いてない。ダイヤが圧倒的に足りなかったので、2ヶ月前から始めた貯金箱をここぞとばかりに開けました。お前貯金向いてないぞ。どうしよう今年もクラス別あるし、あー。しかもここで問題が浮上。去年のゆうくんの誕生日は3周年の無料や星5確定枠と、ゆうくんのお誕生日スカウトが同一だったのですが、今年は4周年スカウト括弧70連までという特別仕様のため、ゆうくんのお誕生日は別枠なんですねこれが。ということで今日は、ゆうくんのお誕生日スカウトを10連引いて、4周年スカウトを70連引いて、最後、何かのカードを貫突するまでやろうと思います。今年は課金してチケットがもらえるのではなく、70連回せばもらえるということなので、運営さんが優しいことには間違いないのですが、トリスタ復刻エデン限定ゆうくん誕生日クラス別を、全部引く私的にはちょっと待ってくれ案件ですえへへ。ゴビが喜んでるぞ。さて前置きが長くなってしまいましたが、早速ゆうくんの方から、ゆうくん、本当におめでとう。あ、ほらでもほら、星4確定だし、ゆうくん5枚確定だし、ゆうくん。相変わらず1枚だ、誰が来る、うわあ、ゆうくん来てくれた。賢者ゆうくんですね。このカードめっちゃ好きです嬉しい。この笑顔かわいい。セリフもかわいい。このカードも手に入れるのかなり苦労したよな。そうゆうくん誕生日去年も50連ぐらいしたけど、ゆうくんの星4 0枚だったんだよね逆にすごくないですか。そしてママ、そういえば、またゆうくんのお誕生日からキャンペーンが変わりましたね。アンスタのリリース日が4月28日で、そこから最初に誕生日を迎えるのがゆうくんだから、毎年ゆうくんから変わるんだよな。毎年ドキドキだよ。はぁゆうくんめっちゃ来てくれるし、幸せ。しかも星さん全然被ってないですね。おお、故郷のゆうくん、あの時はお世話になりました。18は3勝。というかゆうくんもう5人以上来てくれてることない？ともやくん、これ開花前すごい可愛い。千秋先輩、ゆうくんのターン終わった？みんな祝いに来てるんですね。終わり。いやめっちゃゆうくん来てくれた。星4もゆうくんだしバッチリです。もっと引きたいところだけど、このまま70連の方に行っちゃいましょう。行くぜ。最初の無料分は星4確定ついてないんだな。あそうなんだ。確定なしのところでも星5星4引けたらいいな。それでは早速引いちゃいましょう。まずは無料スカウト、ありがとう。70連までって決まってるのなんか新鮮だな。まあまあまあまだね。あれこれはやってしまったかな。死の4、制服ですらなかった。可愛いから全然いいや。あっても無料スカウトで全部星3だとちゃんと次のスカウトは星4確定になるらしいぞ。それはすごく安心。通りくんからの嵐ちゃん、可愛い子が続いている。可愛い子が続いている。何このハッピースカウト。またまた通りくん、ゆうくんお祝いのメンバーだこれは。テニス部可愛いよね。早くゆうくんのフラワーボックス作らなきゃ。そらくん2連続おわ夏の花だー。そういえばチケットでもらうカードまだ決めてないんですよね。一応推したちのカードは揃ってるし、持ってないカードいっぱいあるけど、せっかくなら推しを貫突したい気持ちが。選んだカードが5枚もらえるわけだから、持ってる枚数分は2万ポイントになるんだよな。これ引きながらゆっくり考えよう。もう今日はどんどん行きますからね。次は星4確定、お願いします。誰が来てくれるかな。星5じゃない？いやまだ昇格が。このドアからの昇格を見てみたい。当然のように確定分のみだな。つむぎくんだー。テディベアのつむぎくんだ。これ引けなかったから嬉しい。開花前のこのクマがいいんですよ。開花後にもいるんですよねこれ確か。早速に所持星4は幸先良き。次行きましょう。リックン、そうリックンといえばですよ。イベントの予告めっちゃびっくりしましたね。新年度がこんな突然すぐにやってくるなんて。返礼祭から少し先のお話なんだよな。1年経って、2年生が3年生になってたんです。当たり前のこと言ってるぞ。でもスカウトは今年のままみたいだったし、これからどうなっていくか楽しみですね。マオくん2連続だー。
というかさっきから昇格する気配が全くないのですが、あっこの通りくん、結構前のなのにびっくりするくらい来ないんですよ。そして来ましたね、星5確定。星5は誰来てくれても嬉しいよな。嬉しい、まだ見てないけども嬉しい。あとほら通りくんまだ3枚目だった。まあ星3種類多いからな。よしじゃあ30連目いこうか。緊張するな。星5が確定なんだから、運が良ければ星5が2枚とか3枚もありえちゃうんじゃ。そんな期待を込めていきましょう。ああうちじゃそんなに見られない虹色だよ。よかったね。誰が来てくれるかな。やはり確定分のみ。おわゆーたくん。子供たちに夢を与えられるなら、生まれてきた甲斐があるよ。泣く。階段ゆーたくんでした。このカード星4にセナくんがいることもあって、結構回したんですけどゆーたくんはずっと来なくて、本当に前から欲しかったカードなのでめっちゃ嬉しいです。これ結構初期の方のだよな。2015年のカードだね。数値的には最近のカードの方が強かったりもするけど、虹色開花機能が導入されたから、過去のカードも強くできるようになって嬉しいですよね。ゆうたくんといえば追加されたところですね、スカウト。そっちも回さなきゃ、嬉しくて時間取りすぎちゃったゆうたくんありがとう。ほんとだよ、あと40連もあるんだぞ。どの子が来てくれても嬉しいとは言ったけど、特に回して出せなかった子が来てくれるのはさらに嬉しい。あっこのともやくん本日2回目ですね。そういえばあれですよね。どれ？親愛度。親愛度の上限上がるんだよね。掛け合いとかも追加されるんだっけ。そう、とても嬉しい。上限上がるのいつぶりだっけ。55からいくつまで解放されるんだろう。他校の子は15以上だとボイスがないのに、得点ない状態で上がり続けてるから、そっちも気になる、とか言ってたら30連目が終わりました。結構新しめのカードもいっぱい来てくれたね。今のところびっくりするくらい確定分しか出てないんだ。それでは40連目行ってみましょう。まだ半分も行ってないのか。今回の動画長引きそうだな。本当は1枚ごとに数分語りたいんですけど、地獄か。虹色のドアが見たいですね。あれ？もしかして全部星3の可能性ある？あー2枚あるじゃん、やったやった。ひなたくん、ツインクーンがすごい。このカードは何枚か持ってますね。開花後の笑顔が可愛いんですよ。全部星3があり得るところでこれはありがたい。お次は、つかさくん。あっこのお話好き。ストーリー付きの時に追加される短いお話も面白いですよ。待って、ツインクーンが本当にすごいぞ、どうした。しかもこれはちょうどストーリー付き。ひえー可愛い。これも何枚か持ってます。このカードはアイドルロードに褒めるボイスがついてるんですけど、ゆうたくんの褒めるボイス、めちゃくちゃ肯定してくれるので好きです。そしてミカちゃん、今回も昇格はしなさそうだな。いやわかんないでしょ。でももう星4が2枚出てくれた時点でだいぶ嬉しいから、40連目はもうこれで満足かな。星53枚引けるかもの勢いどこ行ったんだよ。あれ緑くん久々に見た。というかゆうくんの誕生日なのにゆうくん来てない。セナくんも来てない。やはり私は、誕生日スカウトを引かないと推しに好かれないのか？別に誕生日も好かれてるわけじゃないから安心していいぜ。ひなたくんとゆうたくんが揃ったいいスカウトだったね。次は星5確定だしね。誰が来てくれるかな？普段あんまり見ることのできない、虹色のドアをありがたく拝ませていただきましょう。ワクワク。なんでですか？よかったな、このドアからの星5昇格初めてだな。わーい。わたるさん。私は人を驚かせるためにアイドルをやっているのです。レストランだったね。やった、これも持ってなかったです。夢の先レストラン、持ってないのに懐かしさがあるカード。これも2015年だな。調べてきてびっくりしたんだけど、さっきの夜の階段が追加された。次に登場したのがこのレストランだったみたい。マジか、このまま2015年コンプしたいな。いやお前結構持ってないのあるぞ。星5どっちも未所持は嬉しい。わたるさんありがとう。ハスミン、天使、このシリーズ星3も背景豪華で好き。ミツルくん、イベントお疲れ様でした。ランボ嬉しくて走ってしまったよ。またまたハスミン、からのミカちゃん、結構新しいカードも来てくれる。というか普通にスルーしてたけど、今回も確定分だけだったな。いやちょっとドアが衝撃すぎて気づかなかったですね。昇格演出の確率ってどれくらいなんだろう。逆にすごいな。いや褒められてる気がしない。でも昇格演出テンション上がるよね。次は星3からの星5演出も見てみたいな。というわけで50連目終了。相変わらずゆうくんが来てくれません。このままじゃダメだ。ゆうくんおめでとうの気持ちをもっと込めて引くわ。それなら誕生日引けよって話なんだがな。ゆうきまことくん、おめでとうおめでとう。これからもずっと応援してるよ。あ、いやまだ、星4さえ来てくれれば。あ、はい。
え、ここでセナ君来る？また階段じゃないですか、これほんと好きなんです。ここで来るのは笑ってしまう。しかもこれあと1枚で完突だったので、ほんとに嬉しいぞ。やったやった。夏の花菜、夏目君、そして空君、わっ、なんかいい感じにゆう君に関連してない？通り君、70連もダイヤスカウトヒット、いろんなカードが一気に見れて楽しいね。同じ理由で100万ポイントスカウトも早くやりたいんだけどな。ポイントスカウト全然できてなくてすみません。狙ってたカードはお迎えできたけど、続けてほしいとコメントいただいて嬉しかったのでやります。単純。持ってない星4もいっぱいあるし、4周年が落ち着いたらやりますね。60連終わりか。個人的には神引き。神引きの使い方微妙に間違ってると思う、このチャンネル。もう次で最後の10連だぜ。最後全部星さんは避けたい。そしてやはりゆうくんが来ていない。星さんでいいからまた見たいな。最後、70連目いきます。最後奇跡起きない？ああ、星4ある。誰かな？緑くん、ちょっと待って。え、待って、何？なんだこの動画と思いながら見てくださっているであろう。初見の方に説明させていただくと、うちの推しはゆうくん、みどりくん、せなくんなんです。こんな推し来てくれることある？大混乱なんですけど。これ開花後めっちゃ可愛くて、好きなカードばっかり来てくれる。今日やばい、テンション上がりすぎて疲れてきた。幸せな人生だな。アンサンブルスターズ体力いる。ゆうたくん、階段コント嬉しかったな。もうすぐスカウトが終わってしまうの寂しい。ということは貫突する星5をそろそろ決めなければ。まだ期間あるけど。いや、せっかくだからこのまま動画にしよう。どんな感じになるのか早く見たいしね。あー、ほんとにもうすぐ終わってしまう。かなたくんからのゆずるくん、次がラストですよ。最後は、そらくんでした。経験とゆうくんも可愛いよね、大好き。個人的な神引きが続きました。楽しかったな。あと少しだけお付き合いください。さてこれから何のカードを選ぶでしょうか。早くしろ。すみません。選んできました。すごい悩みました。ちょっと意外なカードかも。ちゃんとこの虹の演出してくれるんだな。ねえ、これ虹色の星が5つ降りてくるってことじゃない？すごい楽しみ、お迎えします。なんでですか？わぁ、誰に言われたって、僕は僕の決めたことをするよ。でしょうね。え、なんでわかったの？そうです、前回復刻であがいたランウェイです。この開花前、登場した時はびっくりしましたよね。このセナ君、ついてくるの？って、え、そっち？ウィン画面のイラストって、周りのものとか映り込んでるものとか徹底的に消された。誰に言われたって、僕は僕の決めたことをするよ。この下こうなってたんだとか良くなるんですけど、このカードに関しては多分初めて誰かがついてきたんですよね。誰に言われたって、僕は僕の決めたことをするよ。ボイスックか喋るかどっちかにしてもらっていいですか？このスカウトすごすぎて。あれ、今何枚目？誰に言われたって、僕は僕の決めたことをするよ。これ4枚目か。このカードのストーリーは春なんですけど、とても好きなお話で、昇格だ。誰に言われたって、僕は僕の決めたことをするよ。ゆうくんが喋ってくれるから私喋らなくていいかな。いや、実況してください。でもこれで本当に今日のスカウトは終わりだ。ゆうくん本当におめでとう。ランウェイのカードは2枚すでに持ってたので、2枚ポイント化です。ポイントはその子がくれたものだと解釈してるので問題ないです。何の解釈だよ。もったいないって思う方もいらっしゃるかもですが、私的には大満足です。今年も、去年は一人で楽しく弾いていた私ですが。そこ寂しくじゃないんだ。今年はもっと楽しかった。ここまで見てくださった方、本当にありがとうございます。少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。エデン限定もクラス別も動画にできればと思ってます。その時はまたゆっくりしていってね。それではゆうくん、おめでとうございました。